今日私は伝道の書一章一節から二節の御言葉を通してソロモンの人生の決算という題名で御言葉を語りたいと思います。12月は決算の月と言いますね。決算。決算とは時点では一定期間の収入や支出を計算して算出すること、損失やまた利益を算出することですね。 また、一定期間の間の,間の活動や、また、業績を整理したりすることを意味しています。まあ、収入、支出、それをすべて計算することですね。利益があったのか、または損失があったのか、計算をすることを決算と言います。これは、信仰生活でも同じなわけですね。私たちが、例えば1年、一日の決算もします。夜に 一日を終えるとき、眠りにつく前に、今日のその一日のことを考えるわけです。神様の前にしっかりと暮らしていたのか、それも決算とも言えるでしょう。また、1ヶ月、毎月決算もしますし、また毎年、12月になると、また私たちも同じように決算をします。決算の礼拝、決算礼拝というのもありますね。じゃあ このように信仰生活も収入があれば支出もあるわけです。私たち2022年神様の前にしっかりと生活をしたのか信仰の実りを結んだのかまた進歩があったのかそれを振り返りながら祈って決算をしなければいけないということです。なぜならば全てにはまた全ての人物人間には 神様の前に立つ時が来るからです。一年を決算することのように、私たちの人生を決断することが必ず、えー、来るわけですね。ヘブル人9章2二十七節を見ても記録されています。ヘブル九章二十七節に人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると語っていますね。今日私はこのソロモンの人生の決算について見てみたいと思います。 私たちの暮らしがどうなのか私たちの人生をどのような決算をすべきなのかを見る時間を持ちたいと思いますまず1番目にソロモンの生涯について見てみましょう皆さんソロモンを知っていると思いますイスラエルの統一王国の3番目の王ですダビデの息子ですねそして多くの業績を残しましたけれども 聖殿を宮を宮作りました最初の永久的な建物としての宮を建て上げましたね。また、イスラエルの歴史にあっても最大の領土を確保した王でもあります。また、最高の富と最高の知恵を持っていた王であるとも記録されています。このソロモンは、 年年年からままで40年間統治しましたその財産と知恵がどれほど大きかったのか多かったのか歴代史家9章22節から23節に記録されていますソロモン王は富と知恵とにおいて地上のどのよう王よりも勝っていたと語っていますね。 違法の王たちがソロモンに来るほどでした知恵を見たくてその富を見たくてどれほど知恵が多いのか知恵が優れているのかを見るために来たと語っています歴代史芸9章20節を見るとソロモン王が飲み物に用いる器はみな金であったとまたレバノンの森の宮殿にあった器物もすべて純金であった 銀はソロモの時代には価値あるものとみなされていなかったと。銀は何も価値がなかったと語っていますね。また27節にも王は銀をエルサレムで石のように用いたと語っています。ソロモンの時代には銀が石のようであったと。銀を石のように扱うほど国がとん 富を得ていた豊かであった時代だったということですね。ソロモンのおかげでイスラエルがそういう、えー、映画を味わったそういう時代だったわけです。しかしソロモンは良いことだけではなく悪いことも多くありましたけれども、女の問題が多かったわけですよね。1000人の女がいました。 列王記上11章3節を見ると彼には700人の王妃としての妻と300人のそばめがあったとその妻たちが彼の心を転じたと語っていますね1000人の、えー、女がいたわけです皆さん考えてみてくださいイスラエルの人々だけではありませんでしたほとんどが違法人ですですから違法の女たちを連れて 王妃として妻としてまたそばめとして連れてくるわけです。ですからその一人一人みんなその国々の神を神々を偶像を持ってくるわけですよね。それだけではなくソロモンがこのえ女たちとえ恋愛したと聖書は語っています。愛を愛したと。その結果どうなりましたか その女たちが持ってくる違法の神々もソロモンがその違法の神を拝むそういう問題も起こったわけです。その結果、列王記1中一1中節から中一節を見ると、他の神々に従っては行わないと命じておられたのに、彼は主の命令を守らなかったと語っています。そして神から離れたと語っていますね。 ですから、この国をあなたから必ず引き裂いて、あなたの家来に与えると、列王記長上11章、11章、11節に記録されています。そして13節を見ると、ただし王国全部を引き裂くのではなく、私の下部ダビデと私が選んだエルサレムのために一つの部族だけをあなたのことに与えようと語っています。ダビデの ためにユダをソロモンに与え、その子に与えてくださった。他は引き裂いたと語っています。ですから、ソロモンのせいで、その後に国が分かれるわけです。北のイスラエルと南ユダと、2つに分かれるわけですね。なぜならばソロモンが女たちを愛することによって、違法の神々を拝む。 そういう空蔵崇拝の罪によるものなわけです。それがソロモンの、えー、ソロモンが年老いた時に起こった出来事です。もしソロモンがこのように終わったならば悲劇でしょう。しかし、この後にですね、ソロモンがどのような生涯を送ったのかは記録されてはいません。 ソロモンの人生は悲劇でありえ悲惨な結末を迎えたのだろうと考えるかもしれませんけれども今日の本文である伝道の書を見ると彼の結末がどのようなものだったのかを悟ることができますこの伝道の書はえソロモンが記録した書物ですけれどもえこの伝道の書は神様の前に悔い改めて自分の罪を 挽回しようとする努力であった書物であるとも見ることができます。伝道の書という、えー、このヘブル語を見るとですね、コヘレトというんですけれども、これはある集まりを招集する人という意味です。例えば、教会では、えー、他人牧師が同、えー、会を、長老たちを呼び集めて会議をするように。 集まりを招集する人をコヘレトと言います。今日の本文でもソロモンを伝道者と語っています。コヘレト、招集者であるということですね。ですから、伝道者というのは、御言葉を語る人を意味しますよね。英語でもエクレシアスティスと言います。これはギリシャ語でから持ってきたものなんですけれども、教会という意味ですよね。エクレシア そこから出てきた言葉です。エクレシアというのは世の中から集めた人々という意味です。ですからソロモンが死ぬ前にですね、死ぬ前に多くの人を集めて最後の言葉を語るわけです。神様の御言葉を伝えると語っているわけですね。ですからこの集まりを召集して自分の最後の言葉を語りかけているわけです。ソロモンの 遺言のようなものであるとも言うことができるでしょう。後の世代に語る言葉であります。ですからこの伝道の書を他の言葉ではソロモンの人生の決算書だと語る人もいます。ソロモンはこの全ての富、栄華、王としてのまた神様から受けた知恵を多くのものを受けて 悟って体験したそういう人なんですけれどもこの世の中で全てのものを得たことのある人ですよねそして全て女も1,000人持つほどのそういう人生を送りながらも人生を振り返って神様の御言葉の前に食い改るため最後の罪を挽回する 機械を設けたわけです。それが伝道の書です。では2番目に伝道の書の教訓について見てみたいと思います。今日の本文にもありますけれども、結論を先に言いました。これは何かというと、えー、空の空、伝道者は言う空の空、全ては空と語って,っていますね。伝道の書、一章一節に。 もう多くの体験経験をしてきたわけですしかし結論は何ですか全ては空っぽだと語っているわけです富や映画や女やまた力や権威権力では何が空なのかを見てみましょうまず一番目は知恵も空だと言います ソロモンは神様から願いを聞き入れてくれるということを聞いてですね、知恵を求めたわけです。その知恵を求めたソロモンが、知恵も空であると語ります。1章17節から18節を見ると、私は一心に知恵と知識を狂気と愚かさを知ろうとしたと、それもまた風を覆うようなものであることを知ったと語っていますね。 知恵が多くなれば悩みも多くなり知識を増す者は悲しみを増すと伝道の書1章の17中8節にあります知恵があればあるほど悩みも多くなると空のように風のようにですねすべて大う,うもののようだと語っていますまた2番目に富や楽しみもすべて、えー 体と、まら虚しいものだと語っています。伝道者の小2小一節を見ても、私は心の中で言った、さあ、快楽を味わってみるがよい、楽しんでみるがよい、しかしこれもまた、な何と虚しいことかとえ、馬鹿らしいことだ、快楽かと、それが一体何になろうと、快楽を味わおうと、自分自身、え、ー テストしてみたわけですね。やりたい放題、面白く楽しく遊びたい放題遊んだわけです。しかし結局は何ですか虚しいことばかりだったと語っています。また人間の苦労も一生懸命働くことも全て虚しいものであると。神様と関係のない 努力をしたそういう業績何かを長寿することそれもまた、えー、空であると虚しいものであると語っています天道の章2章26節にありますねなぜなら神は御心にかなう人には知恵と知識と喜びを与え 罪人には神の御,こと御心にかなうものに渡すために集め蓄える仕事を与えられるこれもまた虚なしく風を負うようなものだと語っています風を負うようなものだと一生懸命努力してもですね神様との関係のないことに努力するならば結局その富や集めたものは他の人に与えられると語っていますこのようにソロモンはいろいろなことを体験した後に 何かいくつかのことについて気をつけなさいと語られています。知恵や富や楽しみ、すべては体と、風を負うようなものだと語りながら何を気をつけるべきかを教えているんですけれども、まずは異性を気をつけなさいと、男は女を、女は男を気をつけなさいと、ソロモンは数多く体験したわけですよね。道の書2章8節を見ると 私はまた銀や金それに王たちや諸州の宝も集めた私は男女の歌歌を作り人の子らの快楽である多くのそばめを手に入れたと語っていますしかし結果は何ですか結論は獣医説にしかし私が手がけたあらゆる事業とそのために私が骨折ったロークとを振り返ってみるとなんと全てが虚しいことよと風を負うようなものだと語っています 多くの女たちもいましたけれども結局は虚なしいことだと風を負うようなものだと語っています何一つ益になるものはないとまた2番目には言葉を気をつけなさいと語っています言葉伝道の章拠章1節から2節に記録されています神の宮へ行く時は自分の足に気をつけよ近寄って聞くことは愚かな者がいけねを捧げるのに勝る 彼らは自分たちが悪を行っていることを知らないからだと語っていますね。そして2節に、神の前では軽々しく心を焦って言葉を出すな。神は天におられ、あなたは地にいるからだ。だから言葉を少なくせよと語っていますね。言葉を少なくせよと。皆さん考えてみてください。ソロモンの知恵を聞くために、もう遠いところから、アフリカからも来るわけですよね。 そういう人たちがどれほど多かったわけですかこのような問題があります。その知恵で解決してくださいと。どうすればいいですかとみんな集まってきて、えー、相談するわけです。そうすればソロモンも人なんですよね。どれほど傲慢になりますかもう気分が良くなるわけですよね。ああ、これはああしなければダメだと。あれはこうしなければダメだと。 傲慢になるわけです自分を自慢するわけです。いくら知恵があってもですね、人は、えー、言葉を語るときに、また、えー、失敗もするわけです。知恵があるからといって、えー、傲慢にならないわけですかそうではないわけです。知恵や知識もあっても、瞬間、えー、傲慢になることもあるわけです。ですから どれほどえ間違った言葉、意味のない言葉、必要のない言葉を語りながら失敗をしたでしょうか私たちよりももっと多くの失敗をしたと思います。ですからそれを振り返りながらえ子孫たちに言葉を少なくしなさいと。ああいう時にはこうして、こう,しこうする時とああすれとえ。そういういろいろな言葉を。 語る必要はないんだと少なくしなさいとそれが知恵のあるソロモンの教訓ですマタイによる福音書12章36節から37節を見ると私はあなた方にこう言いましょう人はその口にするあらゆる無駄ごとな無駄な言葉について裁きの日に言い開きをしなければいけませんと あなた方は正しいとされるのはあなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉によると語っています。私たちの口で語った言葉によって裁きを受けると語っていますね。愛する皆さん、私たちが2022年1年を振り返りながらし、しっかりと考えるべきことはですね、間違った言葉を語ったことが多くあるでしょう。ではどうするべきですか ソロモンはこの伝道者の書を書きながら悔い改めをするわけです。自分自身の過去,に過去の罪を悔い改めてるんです。私たちも悔い改めればいいわけです。2022年、この1年が過ぎ去る前に自分の口で罪を犯したことを悔い改めるときに全ての罪を消し去ってくださるということを信じてください。 また3番目に富と欲を気をつけなければいけないと語っています。伝道者の書5書10節から11節を見ると金銭を愛する者は金銭に満足しない。富を愛する者は収益に満足しない。これもまた虚しい。財産が増えると寄少者も増える。持ち主にとって何の益になろう。彼はそれを目で見るだけだと。 語っていますね、えー、正確な言葉ですね財産が増えるからといって寄少、えー、者も増えると、えー、多くの人々が、えー、近づいてくるわけですよね皆さん大きな金持ちがいたとしてもどうですか多くの、えー、友達が人が集まってくるわけですよね ですから、宝くじにえ当たった人もどうですか隠れるわけですよね。みんな集まってくるから。財産が増えると、希少者も増えると。<ん>彼はそれを目で見るだけだと語っています。すべて虚なしいことだと。何の役になろうと語っていますね。ですから私たちはこの世の中で暮らしながら、お金のせいで、その物質のせいで、ね、心配して、 また努力して争ってそういう必要もないと語っているわけです。神様が各自必要なものをくださるということを聖書は語っているわけです。富をくださるのも神様です。また人々のその各自の状況に従って神様は必要なものを与えてくださるわけです。ですから私たちは明日のことを思い煩う必要もありません。 空の鳥のように、また花々のように、私たちはすべて神様によって責任を取って、私たちを養ってくださるということを信じて、神様のために働いていく皆さんとなることを主の皆を思って祝福します。皆さん、すべて持っていけますかいくらお金があってもですね、この世の中の生涯が終われば自分のものではないわけです。誰が持っていくかわかりませんよね。ですから、ソロモンは、 虚しいんだと、悲しいんだと、すべて空っぽだと、空だと語っています。この他にもいろいろありますけれども、ソロモンはこのように、異性を、また口を言葉を、また富や欲を気をつけなさいと語っています。では3番目に、ソロモンが、え、ー 人生の終わりに下した結論は何でしょうかまず一つ目に遅くなる前に神様を覚えなさいと。遅くなる前に神様を覚えなさいと。天道社の書十二章一節を見るとあなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちにまた何の喜びもないという年月が近づく前に その創造者を覚えなさいと語っていますね。お金があって、力があって、神様は必要ないと。多くの人が自分に集まってくるわけです。しかし、神様がいつ呼ばれるか、私たちは分からないわけですよね。人生が終わる前に、遅れる前に神様を覚えなさいと語っています。なぜ覚えなければいけませんか ?2 番目に。 神様は必ずすべてを裁かれるからです。裁かれる方を、その想像主を記憶しなさい、覚えなさいと語っています。裁きというのは、裁きがなければですね、何も必要もありません。食べて、楽しんで、楽な暮らしをすればよけです。死ねばいいわけですから、しかし、聖書では必ず裁きがあると語っています。父なる神様の前に、 勝って裁きを受けるる時が来るとその時があるからこそ私たちは気をつけなければいけないわけです。裁きがあるからこそ神様を覚えなければいけないわけですね。伝道の書、十一章九節を見ると若い男よ若いうちに楽しめ若い日にあなたの心を喜ばせよあなたの心の重まくままあなたの目の望むままに歩めしかしこれらすべてのことにおいて あなたは神の裁きを受けることを知っておけと語っていますね。恐ろしい言葉です。多くの人は若い者がこれを見たときに恐れるでしょうか、皆さん。この前だけ見てはいけないんですね。若いうちに楽しんで、あなたの心を喜ばしなさいと。それで終わってはいけません。しかし,し、かしこれらすべてのことにおいて、 あなたは神の裁きを受けると語っていますね。ソロモンが最後の結論で語ることです。ソロモンは全てを味わいました。しかし、これは全て裁きを受けるものだと、恐れをおののきながら語っているわけです。また、伝道の書12章13節から14節を見ても、伝道の書の結論です。結局のところ、もう全てが聞かされていることだと。 神を恐れよ。神の命令を守れ。これが人間にとってすべてである。神は善であれ、悪であれ、すべての隠れたことについて、すべての技を裁かれるからだと語っていますね。これが天道者の書の結論です。結局のところ何ですか神様を恐れて、また神様の命令を守りなさい。これが結論だということです。なぜならば、すべてを裁かれるからだと語っています。 ですから6節から7節をも書いてますね。金の紐は切れ、金の器は打ち砕かれ、水亀は泉の傍らで砕かれ、また、カッシャは井戸のそばで壊される、地は元にあった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰ると語っています。そして結局、これは死を意味する。 比喩的な言葉ですね死を意味しています死が来る前に死ぬ前にあなたは神に帰りなさいと神に戻りなさい覚えなさいと語っています8節空の空伝道者は言うすべては空だと語っていますす、ね、べては虚しいものだとソロモンがこう語るのはですねなぜ悲しいからなのかと虚しいのかということを教えているわけです なぜ全ては空なのかというと、ソロモンが自分の人生の終わりにですね、死ぬ前に自分のその人生を振り返りながら語るわけです。私が神様の前に、その裁きの前に立たなければいけないと。何を語ろうかと。何を持っていくことはできるだろうかと。覚えて考えるときにですね、何も持っていくことはできないと。それを悟ったソロモンが語るのは、 すべてが体と、すべては空だと語っています。すべてを味わって、また有名になって、傲慢になって、世の中で本当に富を得味わいながら暮らしましたけれども、結局は自分の手に残るものは何もありませんと。それがソロモンの結論なわけです。神様の前にいて、私が金銀これほど多く持ってきましたよと言いますか 知恵がこれほど多いんですと言えますか自慢できますか知恵の源である神様であり、富をくださる神様です。そのすべての源である神様の前にいて何を語るんですかまた、その1000人の王妃たち、そばめたちがソロモンについていて神様の前に行って代わりにソロモンをも弁解しますか 自分を助けてくれる人も一人もいないわけです。ですから結論的にすべて虚しいものであると、すべて空だと、神様を恐れをおやまうことだけが重要なんだと語っています。これを主とパオロはこう語っています。第一コリント15章58節を見ると、ですから私の愛する兄弟たちよと、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。 あなた方は自分たちのロ苦クが主にあって無駄でないことを知っているのですからと語っています。主の外にあるすべてのものが虚なしいものだと語ることと、シトパウロが主の中にあって働くことが無駄ではないということを知っていると。同じことなんですね。神様を恐れ、敬って神様のために働,き働くことが重要だと。神の中ではないもの、神の外で 働くも全てのものは虚しいものだとソロモンが語っているわけですね。皆さん、主の中にあって働く全てのことは必ず報いを受けるわけです。虚しいものではありません。この教会で一生懸命神様の働きをすること、それが全て残るものです。ですから、イエス様もマタイによる福音書6章33節から34節を見ると、神の国と神の義を求めなさいと。 そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。明日のために心配は無用です。明日のことは明日が心配します。老苦はその日に、その日に十分でありますと語って、いますね <noise> この世の中で必要なものは神様が与えてくださるわけですしかし、世の中の人はその虚しいことのために心配します。<noise> 一生懸命努力するわけですよね。虚しいもののために。 ソロモンはそれを見ながら全て空だと、全ては空だと、虚しいものだと語っているわけです。愛する皆さん、ソロモンも自分自身の生涯を振り返りながら、恐れながら神様の前に悔い改めました。皆さん、では私たちも、 この世の中で暮らすために世の中の働きもし,ませんしなければいけません。しかし、私たちに一番重要なものは何かを覚えて悟らなければいけません。私たちの本来の働きは神様の働きであるということを皆さん覚えてください。ですから、まずは神の国と神の義を求める信徒となって、この1年を決算するとき、 悔い改めるべきことは悔い改めて新しい2023年新年を迎える前にですね神様の前に悔い改めることによって1年は新たな一年は主のために主の中にあってローをすることによって神様から喜ばれる皆さんとなることを主の皆もって祝福いたします祈ります愛する父なる神様 ソロモンを通して私たちにこのような教訓を与えてくださることを感謝いたしますすべてを体験した体験したソロモンがこの世の中のすべては虚しいと語りました私たちもこの御言葉をしっかりと覚えて特に若い青年たちこの御言葉を覚えながらこれからは虚しいことに 走っていくのではなくまずは神の国と神の義を求める信徒となることができるよう導いてください2022年決算の時私たちは虚しいことに熱心であったす全ての働きを悔い改めます許してください2023年新年には感謝を持って神様の働きのために神様の栄光のためにまた神の国と神の義のために 働いていく信徒となることができるよう導いてください人間の考えを捨てて父なる神様の御心のために働くことができますように神様から喜ばれる私たちの教会全ての信徒となることができるよう祝福してくださいまず神の国と神の義を求める時この世の中で必要な全てのものも与えてくださり心配事のない 祝福をも与えてくださいまた私たちのすべての人生を神様によって見守られる祝福を与えられるよう祝福してくださいまた健康も守ってくださり家庭ごとに信仰も強めてくださりまた愛が満たされた教会となることができるようどうか導いてくださいすべてを信じて祈ったとおりなされることを信じてイエス・キリストのっをお祈りします。アーメン